はい、どうもこんにちは、チャンクボールのチャンク族でございます。はい、今日はね、神奈川県の横浜市に今ね、いますね。はい、この辺にね、メガ盛り、デカ盛りのね、ナポリタンがあるってね、噂を聞いて今ね、歩いてるんですけど、どこだろう。なんかね、めちゃくちゃ横浜のナポリタンの味で、なんかね、ベーコンとかエビフライとかトッピングできて、めちゃくちゃなんか、5玉ぐらいあるなんかデカ盛りのね、ナポリタンの店があるって調べてきてね、今探してるんですけど、どこか、ここですね、来ました、横浜ナポリタンパンチさん。はい、ここのね、なんかデカ盛りがあるらしいんで、早速行ってみましょう。お腹ペコペコ、行ってきます。
はい、ということでね、ナポリタン横浜ナポリタンパンチさん行ってきました。ちょっとね、ほんますいません、食べれんかった、申し訳ないです。後で昼ご飯にするんで。いやー、さすがに5玉はね、ちょっとね申し訳ないなと思った、残したの、うん、最初の方はね結構ね食べれるかと思ったんですけど、途中ね結構途中急になんかグッとお腹きて食えんかった。でもめちゃくちゃ美味しかった。まあでもどんぐらい食ったかな、3玉ぐらいは食べたんかなと思います。はい、てことで皆さん、ここ来るときはね5玉食べる人はねかなり強者じゃないと無理なんで、僕多分ね大食いは向いてないですわ。まあでもめちゃくちゃ美味しかった。これさ、帰ってさ、帰ってあれにしたい、卵で包んでスパゲッティオムライスみたいな人は絶対美味しいですよ。完食できずにすいませんでした。でも味はめちゃくちゃ美味しかった。次ねちょっとねトッピングしようと思います。ご視聴ありがとうございました。パンチさんありがとうございました。美味しかった、最高。